皆さんこんにちは。今回は、ただより高いものはないと感じたもの、そのエピソード、といったトピックをまとめてみましたのでご紹介します。それでは早速ご覧ください。皆さんはただより高いものはない、と思ったことはありますか？私が最近思ったのは、私の実家は田舎なんですが田舎の土地について、ここに建てたら土地代いらないよー、の誘いに乗って、家建てて後悔している人が結構いることです。サブスクかな？無料期間だからいっか？とか思ってたら解除忘れてるってことが多い。しかも退会手続きすごく煩わしくて、わかりづらくしてるよね。私退会したはずなのに10万円近く取られてた。もう一つ確認を押さなきゃ退会できなかったらしい。普段使わないからと言ってカードの明細チェックしてなかった私が悪いんだけどさ。まあ自分でしっかり管理してれば大丈夫だから、むしろお得じゃない？ LINE のリマインくん便利だよ。LINE の検索画面でリマインくんで検索してみて。アマプラがそうだったけど、意外といいじゃん。って思って、私はそのまま利用してる。ウォーターサーバー屋さんが配ってるティッシュ。ウォーターサーバーお使いですか？から始まり、どこにお住まいですか？何人家族で？など聞き出そうとする。ボケて一つで時間も個人情報も取られる。確かに。歩きながら受け取って、時間ないのって言いながら、スタスタ立ち去ってたわ。そんなに情報欲しかったのか。兄ちゃんたちごめんなー。今度からティッシュ断るよ。私こういうの断れなくて、ついつい話聞いてしまうのよね。あなたポケットティッシュ一つでそこまで話聞いて優しいわね。私は歩きながらティッシュだけもらい去るわ。ないです。って言って歩いて去っていく。受け取りたくないから目も合わせないのに、2メートルくらい歩いてティッシュ差し出してきた時は受け取ってそうしてる。あの人ら持ち場から離れないから歩いて去れば大丈夫だよ。アクアクララみたいな水。無料で置けますとかさ、怪しさ満点なんだけど。ああいうのは結局カートリッジタイプの水を定期的に買わせることで儲けを出しているんだと思うよ。コーヒーマシンとかもそうだと思う。私は無料の着物着付け教室に安易な気持ちで行ったら、高額な着物を購入させられそうになりました。やっぱり無料なのには理由があるんですね。着物関係はガチでヤバい。娘の成人式の時に、全スタッフとびっきりの営業スマイルで、電波の悪いビルのワンフロアに軟禁営業されて、逃げるように帰りました。本当に絵に描いたように人に囲まれるよね。お断りしたら、行走変えてなんで、って言われたもん。しかも選べるならまだしも、ダッサい可愛くもない向こうが選んだ着物。そんなにノルマヤバいの？着物や宝飾品は多いよね。老舗何々料亭のお弁当が食べれるから見るだけでも来て、お弁当だけ食べて帰って、と言われたのに、何人もの営業の人に囲まれて帰れなかったよ。大手のテレビで宣伝してるようなところのやつだったら結構有名な話だよね。逃げられなかったので、とりあえずその場では着物買って、家に帰った時にクーリングオフしたっていう人いたよ。後から電話がすごかったけど、着信拒否したらしい。無料セミナー。エステの練習になって、無料で何人練習しないといけなくてさーって誘われて、そのつもりで行ったら、まんまと年間契約されそうに。その場でクレジット切れと。私は友達だろうと知り合いだろうと、構わずはっきり断れるから断れたけど、友達の手前とかで断れず嫌な思いしている人いると思う。宗教も最初からあからさまには来ないもんね。なんか人の心理のずるいところついて近づいてくるやつ、本当に嫌い。それでみんなに囲まれて怖くて契約した友達、了解ないキャンセル法で、電話で断ってあげたことがある。カスタマーサービスのコルセン勤務の私は余裕だったけど、気の弱い系の人は契約させられるんだろうね。断る自信ないから絶対行かないようにしてる。私はきっちり断れるタイプだからエステの無料セミナーには結構行ってる。腕は確かなところもあるから本当にお得。ブライダルの時だけ契約したと思う。無料体験は個人情報を提供しているようなもんだよね。企業側からしたら個人情報は数万円の価値があるらしいよ。くじ引いていってくださいとか声かけてくるやつ。怖い怖い。無料でいろいろサービスされると後が怖いよね。イオンとかで風船くれたり、ビンゴさせてから住所氏名書くようなアンケート取るやつ。後からところで？って本題に入ってくるのやめろ。嫌いだから最初から相手にしないよ。ショッピングセンター行くと携帯会社がよくやってる。
ぬいぐるみとか飾られてて子供が行きそうになるけど、必死で避けて通るわ。携帯会社のは最初に、乗り換えも話も聞かないですよって言ってからもらう。全然いいですよって言われるので、普通にもらってありがとうってその場を去る。年寄りに声かけてスマホの操作とか親切に教えてあげるふりして、話しかけてもらって嬉しい年寄りも気を許して、自分の個人的なことペラペラ話し込んでる光景よく見るわ。適当におだてて話聞いてれば、あっさり個人情報教えてくれるし、下世話なことしてるなって冷めた目で見てしまう。私くじ引いたら2等で、夏だったんだけどディズニーのクリスマス仕様の文房具もらったよ。子供が勝手にくじ引いてて、お母さん、一等が当たったよって来たから、店員さんに渡したら、おめでとうございますとかなんとか言われ、浄水器無料の怪しいやつだったわ。お断りしたけどしばらくの間子供から、一等だったのになんでもらわなかったのって責められたよ。よくご飯おごってくれて、気前のいいおばさんだなと思ってたら、息子の嫁候補としてロックオンされてたこと。ただより高いものはないってことだから、かなり訳ありでしょうね。義実家からの援助。私は一切受けないと決めている。同居したい空気を出してくるけど、絶対にしたくない。同意。見返りが怖すぎて受け取りたくない。絶対同居しないからな。って心に決めてる。旦那が岐阜に家建てるなら1000万援助する。自分もじいちゃんに同じ額を援助してもらって、この家建てたと言われてウキウキで帰ってきたけど、現実を教えて断ってもらった。普段から自分中心なところがあって同居を目論んでる発言もあったから、そんな岐阜からの金なんぞ警戒しかない。義母がお米くれたり、食料をちょくちょくくれてありがたく思っていましたが、とある日、いつもありがとうございますとお礼を言ったら、いいのいいの、いずれ私とお父さん二人面倒見てもらうんだから、とニコニコして言われてゾッとした。それからは何かと理由つけてもらわないようにしてる。米ごときで介護頼むなんて本当ずうずうしいわ。それから大っ嫌いになりました。うちは逆にこっちが援助してるよ。出産祝いすらもらったことないよ。ほんとそういう話聞くと、息子にいつまで甘えてるんだよ。ってなるし、息子も息子で母親は大事なのかもしれんけど、嫁の親にも同じように援助してるのか？となります。好きじゃない相手から一方的に受ける行為全般。異性に限らず同性も。いい大人になったら見返り求めてない。さっぱりした人は少数派。粘着気質で、実は同等量どころか倍返し以上の見返りを求めて、叶わなかったら報復するタイプから目をつけられたら悲惨。そういうタイプは同性もスマルーカー化する。他人の上辺の親切。何百倍にもして返すのを期待して、親切ごかしにする人がいる。借りを作ってしまうからね。人間関係はただに甘えると怖いね。一方的に世話になるだけだと失敗する。親子や家族でさえ見返りを欲しいと思うものなんだからね。赤の他人からタダで提供される物事は疑ってかかる方がいいね。それ、身内がマッサージ営んでて、マッサージ好きなのでせっかくだからずっとそこ利用してるんだけど、毎回少し安くしてくれるから、毎回手土産持って行ってて、結局高くついてる。安くしてもらうとすんごくお礼言わなきゃいけなくて気使うし、でも今さら行かなくなるのも気まずいし、値引きしなくていいですよって言っても変な空気になりそうで。最初が肝心なんだよね。私も似たような商売やってるけど、きっちり線引きしてるから値引きもしないし勧誘もしない。最初にいい顔して失敗したからね。パパ活、病気もらったりね。最悪パターンは事件化だね。独身パパは要注意。病気で済んだらまだ御の字よ。移動手段。徒歩はタダだけど時間と体力のロスで損する。そう？健康も手に入るよ。いやいや歩くのはいいよ。歩くと頭の中すっきりするから、私は早めに出て会社までの距離長めに歩いてるわ。メリット多い。歩いてる間、ジムのマシーン使ってるんだって切り替えればいいよ。歩くのは体にいいし。ディズニー英語。タダではない、フルセット80万だよ。ミッキーと一緒に無料で写真撮れますよ。って言われたので言ったら、ディズニーの英会話の勧誘でした。ディズニーの英語教材、その後の電話勧誘がやべえ。しつこいよね。無料 CD みたいの安易にもらって後悔した。どうしてもディズニー教材欲しければ、メルカリでお試しを安く売ってる人から買った方が楽だったよね。LINE、みんな怖くないの？個人情報や写真はできるだけ送らないようにしている。子供いると使わないわけにはいかないしね。
ただでポイントもらって、カードでリボ払い設定の話は怖い。個人情報を入力して、アンケートに答えたら何かがタダになる系統のものも怖い。人に頼み事した時とかかな。仕事柄詳しいからって格安で何かをやってもらったりすること。それ自体は安くできたとしても結局何らかのお礼はしなきゃだし、今度逆に何かを頼まれてもその時のことがあったら断れないよね。好意でやってくれることもあるとは思うけど、それだけじゃなく鍵や弱みにもなり得ちゃうから。それだったら最初から正規の値段でやっといた方が楽だわって思う。こういうのがただより高いものはないってことだと思う。SE の仕事してる友達に無料でパソコン直してもらった後日、一緒に遊びに行った時、結構お高めなフレンチで食事することになって、パソコンのお礼のつもりでおごる気満々だった私はメニューを見てフリーズ。友人は結構なお酒好き、シャンパンやワインなども飲んで、トータル 37,800円。持ち合わせがなくカードで払う羽目に、低滞出費だったわ。その友達、遠慮しなかったの？その額はお礼にしては高すぎるよね。平然と奢られてた友達の神経を疑ってしまう。私なら、言いにくいんだけど、予算これぐらいで考えてたから。それ以上はごめんなさいって正直に言うかな。それで離れるような人なら仕方ない。セブンイレブンオーナーのお家で開催される、無料試食会。クリスマスケーキとかおせち料理を売るためだからね。暇ならお茶しにおいで、なんて言われてホイホイ言ったら、何か頼むまで帰れない。私も同じくオーナーさんの無料試食会行ったことあります。ケーキとかはそこそこ美味しいので買いました。値段も相応だったし、プラス色々試食もできて楽しかったです。それほど怖いものでもなかった。無料の美術展怖かった、絵を見たくて入ってみてたら、男性が横についてきて、絵の説明を始めて、買わなきゃ帰れない空気になって、冷や汗が出た。断れない性格なら危険な状況だったと思うけど、無理やり逃げた。怖すぎ。昔からエウリアンってのが存在してるね。あれ、男性には女性がつき、女性には男性がつくのわざとだよね。美術展好きだったけど、勧誘ひどい美術展があってトラウマになり行かなくなりました。毒親がマンションを建てて、住めば？と言ってきたけど断った。ただの介護要員キープだと思う。ただより高いものはないと思う。強制下着のマルコという下着屋さん？友達がマルコにハマって、無料で下着がもらえるから行こうよとしつこかった。結局蓋を開けてみたら、誘った本人がパンツが1枚もらえるから誘ったとのこと。パンツ1枚はロタ。友達が ABC クッキングのお祭りスマイル祭に行こうよと誘ってきて、初めて行ったら勧誘がやばかった。断りきれなくて50万の契約させられた。次の日やっぱりおかしいと思って連絡したら、担当者から謝罪の連絡があった。まあ、いい機会だから全部は解約しなかったけど、これもあれもとすごかった。昔行った好きだったイラストレーターの絵画展。シルクスクリーンの営業がすっぽかった。サイン入りコピーが80万円とか。あれのせいでそのイラストレーターも印象が悪くなった。保険の見直しで、話を聞くだけでクオカードがもらえるとのことで話を聞いた。クオカードもらって帰ろうとすると、保険を他社にしないのかとしつこくて言い合いになった。つまんねえ話を1時間以上聞かされて割に合わなかった。保険の相談やってやつ。相談っていうか勧誘だわ。冷静に考えたらわかることだけど。ボイシックスのお試しのやつ？無料じゃないけど安くなってるの。生活が変わって宅配はいらないかなってなったから断ったけど、その後3年経っても電話がかかってくる。ポイントカード。今はスマホと紐付けるから怖い。それでわずかなポイントもらってもその店でしか使えないし、リピートさせるためにある。電子マネーポイントのワオンやポンタならいいけど専門店専用は作らない。5000円以上で送料無料的なやつ。その無料のために結局妥協して、カート内を増やす羽目になってる。会社のこじらせた独身おじさんのおごりでご飯。面倒くさいことになるから避けるが吉。ご飯ご馳走してもらうだけ。なんなんてないわ、下心あるでな。この前おごったじゃん、次はガルコちゃんおごってよ。っていうやつ。次に繋げようとする確信犯。相席系のお店も行かない方がいいよね。大宮の地図、テレビで見て、行ってみたくて行ったら、50代の親父と相席させられ隣にべったり。気に入られてしまい、追いかけ回されてね、カフェ逃げたけど出待ちしてて怖かった。
キモい親父の接待なんてただ飯じゃ割に合わない。板前の修行をしているという友達の元彼が、勉強のために高級店に食べに行きたいけど、一人だと行きにくいから一緒に行ってほしい。もちろんおごるからと頼まれ一緒に行ってあげたらば、おごったんだから君は俺の彼女でしょ。みたいになってスムルーカーされて恐ろしかった。男女逆パターンで払わされる詐欺あるよね。マンションのモデルルーム見学。ただだけど基本、ただでは見せない返さない。氏名と住所。住所が嫌なら電話番号だけでもいいと促し、個人情報取得。偽名使って回ってた友達いたよ。無料でいろいろなものをもらえるって。子供はくじ引いたり。友達、すでに家建てて住んでた。あ、ここやめよう思ったら、私も偽名とき電話番号書いて帰る。無料で自宅へ出張不要品買取サービス。絶対資産状況把握したり、売り主が売りたいものと違うものを言葉巧みに安く買い取ろうとしてるって思っちゃう。友達が来てもらってたけど、あれもこれも買い取りできない、他にないかとしつこかったらしい。友達は、何でも買い取るって言ったじゃない、と怒ったけど、相手にされなかったって。最後は奥にいたご主人が、帰ってくれと言ってようやく帰ったそうだよ。あれ電話で訪問の約束する人と、家に来る人が別だから、電話してる人の言うことは信用したらダメ。一件でも制約させたいから、いいことしか言わない。知人がアポなしで来た買取サービスに引っかかり、シルバーのネックレス買取でなぜか保険証の番号をメモして帰った。被害はなかったらしいけど。着物食器古着とか言ってるけど、本当の狙いは貴金属と高級腕時計だから、家にあげてはいけない。悪質業者だと勝手に別の部屋に行ってあさるらしいと聞いたことある。子供にお下がりくれる人がいるんだけど、なかなか断れないし、何かしらお返ししないと、こちらが気持ち悪いからいらない。でも言えない。これね、ほんといらないって思う。実は私あげちゃうタイプなんだけど、お返しやめて、事前にいるか伝える。好きなのだけ持って行っていいよって言うけど、それでも相手は気を使うかな？趣味に合わないのをどさっともらって、いやいやお返しするのも嫌だなって。幼稚園無償化により、ドキュン親子が増えたこと。ほのぼの縁で、見た目普通の母さんだらけなのに、来年度申し込みにジャージ、サンダル金髪系ショートの人が来てて、雰囲気変わるのかなと思ったよ。熊本のとある道の駅で猿回しがあったんだけど、無料と思って見てたら、終盤に差し掛かる頃に観覧料を募り出して、300円くらいでいいかなと小銭を用意してたら、指定の方がこの子も喜びます、と言われドン引きした。強制じゃないから腹はなかったけど。街中でやってた手品パフォーマンス。息子がノリノリで見てたのと旦那が大柄だったのか目をつけられ、最後のパフォーマンスで皆の前に旦那が指名されて立たされた。案の定、その後のチップを払わざるを得ない状況になり1000円も払ってしまった。もう二度と近寄らない。ホームセンターで犬の餌のサンプルを無料配布していたんだけど、うちの犬たちが食べる餌よりはるかに高い餌で、無料だしもらって食べさせてみたら、犬たちが嘔吐下痢しまくって大変だった。量ももちろん少なめで今までで食べてるご飯に混ぜたのに、2匹とも下痢。2匹病院連れて、注射打ってもらって5日分の薬。2匹だから1万弱。ただより高いものはないと思いました。マイナンバーカード。今にここアプリのように大失敗で責任者首案件になると思う。ただ漏れ個人情報すでに問題になってるし。マイナンバーカードもただで2万円分のポイント、裏があるのかな。それ私たちの税金だよ。スマホゲーム。最初は無料でも最終的に課金しないと積む。ドラッグストアの抽選で当たった日帰りバスツアー。観光時間よりも、真珠工場見学&販売会の方が時間が多く設定されていたので、ピンと来て辞退した。なるほど。スーパーとかでもよくある一等ツアーのはそういうからくりだったのか。格安の海外旅行もよく怪しげなツアーが組まれてるよね。それ言ったことあるけど、よほど貧乏そうに見えたのか一切接客されなかったわ。先輩は達人なので、宝石店では全部の指に高級な指輪をはめるだけはめ、買わない。または、連れ回されて疲れるので、工場の時間はバスで休憩する時間。内袖は触れないわー、ガハハハ、ただで旅行できるし、あれ好きよ、と言っていた。私が当たっていけなかったから、母が一人で参加してたけど、参加者がみんな年配の主婦一人参加でみんなでワイワイできて楽しかったって喜んでた。ツアー内容は関係なかった。
DM で無料のバス旅行にご招待ってのが母宛てに届いたんだけど、これも怪しいのかな？旅行コース見た？大体つながりのある宝石とかのお店に連れて行かれて、ショッピングがあると思う。別に買いたくなければ買わなくてもいいんだけどね。バス旅行行ったことあるよ。同行者は有料なので一人参加なら得なのは確か。観光地に連れてってくれるし、食事もついて無料だった。でも怪しげな遠赤外線の石を使ったネックレス25万円を勧められたり、毛皮の店に連れて行かれ45分監禁された。とにかく逃げるように最後の休憩場所で過ごしたよ。そこでアクセサリーや紐物、土産やジュースとか売ってたからなぜか安く感じてブレスレットを買ってしまったー。毛皮、毛布、宝飾品のお店に連れてかれて高額ローンを組ませようとしてくることがあるよ。皆さんいろいろとありがとうございました。勉強になりました。最近は無料、ただというものほど警戒しています。国もただ、無料という広告は、最後まで何一つ完全無料ではない限り禁止にすればいいのにって思う。無料とか言って結局は時間と労力を無駄にしたこと結構ある。無料って言葉は怖いよね。詐欺がそこら辺にいるんだもん。以上となります。皆さんがただより高いものがないと思ったことを、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。私はどちらかというと断れない性格なので、無料アンケートはこれからしないよう心を鬼にすると決めました。今後も有益なトピックを中心に紹介していきますので、よかったらチャンネル登録・高評価お願いします。この度は最後までご視聴ありがとうございました。